中井正宏、誰かトゥー仲居視聴率深刻急落で打ち切り節災浮上。ニノはバブルだった。三つの継続困難理由。バラエティ番組、ジョンソン、TBS 系や、おどおどかけるハラハラ、フジテレビ系が9月をもって終了すると報じられたほか、サンデーステーション、テレビ朝日系が終了し、うどうゆみ55 MC に迎えた、うどタイムズ。 が始まることが発表されるなど、秋改編の話題が増えつつある。今後も終わる番組、新たにスタートする番組の話が続々と出てくるでしょうが、誰かトゥー仲居、フジテレビ系も危ないと関係者間では言われています。制作会社関係者。2023年4月、ダウンタウン松本人志、60と中井雅宏、51の看板組、松本ト中井仲居がスタート。 初回放送にはカトリ吾ンゴ47がゲスト出演。中井との約6年ぶりの共演が大いに話題を呼んだ。ところが今年1月8日に松本が週刊文春を発行する文芸春秋との裁判に注力するために芸能活動を休止。これを受け2月4日からは誰かトゥー中井に開題し、松本に代わって嵐二宮和なり、 41が MC に就任した。その二宮も3月31日の放送会をもって番組を卒業。4月14日からは俳優の室津四48が中井と共に MC を担当している。松もトゥー中井としてスタートしたのに、松本さんが出られなくなって、誰かトゥー中井に何とかリニューアルして延命を図った番組ですからね。 松本さん出演 NG の時点で打ち切り話が出ていたんですが、ここに来ていよいよ限界を迎えつつあるのではないかと言われているんです。打ち切り説が再浮上している要因は複数ありますが、最大の原因はここ最近の視聴率。二宮さんから室さんにバトンタッチしてから数字が急落してしまったんです。全道現在。 テレビ各局は13から49歳のコア視聴率を重視しているが、二宮の書 MC 会となった2月4日の誰かトゥーナ会のコア6.5%、すべてビデオリサーチ調べ、関東地区という超高視聴率を記録。二宮の最後の出演となった3月31日もコア4.3%と非常に高かった。松本さん不在でどうなるのかという話題性。 スマップかける嵐という国民的グループのメンバー同士の共演ということもあり、番組は大いに注目を集めました。そして何より二宮さん自体の人気が凄まじいですからね。引き継いだ室さんが悪いわけではないのでしょうが、二宮さんが卒業してしまったことで中井さんとの特別な共演が見られなくなってしまい、視聴者がさーっと引いてしまったのではないでしょうか。前出の制作会社関係者、 室に代わって約1ヶ月後。5月19日のコア視聴率は1.8%と1%台を記録。ここ最近の数字を見ても、6月16日と同30日は共にコア2.4%という数字にとどまっている。6月16日は不適切にも程がある。TBSK で大ブレイクを果たした女優の河合優美さん23。 と人気芸人でネットフリックス配信予定の主演作、極悪女王も注目を集めているユリアン・デトリバーさん、33。6月30日はヘイ。セイ。ジャンプの山田亮介さん、31とハルさん、33と、ゲストも悪くなかったと言えるでしょう。にもかかわらず、数字はついてこなかったんです。全同。 6月16日の土時間帯の番組では、行列のできる相談所日本テレビ系のコア視聴率が4.6%、長谷川博樹47主演のドラマアンチヒーロー TBS 系の最終回が3.8%だった。